皆さんこんにちは。レック中小企業診断士講座、19年30分でわかる働きながら合格学習法、今日はこのビデオはね、皆さんこれから学習を始めようかなという方、または、ね、他校とかで勉強されてた方、それから自習等ね、自学等でやられた方で、ちょっと予備校を使ってみようかな、受験指導校というのを使ってみようかなと思う方々に、まあ、ある意味、初級者向けガイダンスという形でお送りしてまいります。担当いたしますのはレック専任講師、中小企業診断士小松ひたるです。よろしくお願いいたします。さて、というわけでこのビデオをご覧になっている方は、これから中小企業診断士、ね、講座って受けてみようかなと思っていると思うんですが、この働きながら、あと30分ってところに惹かれてご覧になっているということは、結構忙しい方が多いんじゃないかなというふうに思います。ですので内容をコンパクトにね、詰めてお送りしますので、ちょっとねお付き合いいただければなというふうに思います。まあ、今日のテーマでまずね、そもそも中小企業診断士講座ってちょっとね受けてみようかなと思ったけど、どんな資格なんだろう、実際に生きるのかなという質問なんか多いんで、そこからねご紹介していきたいなというふうに思っております。はい、そもそも中小企業診断士ってこれ国家資格というものなんですね。はい、中小企業支援法というものにちゃんと定義されてまして、経済産業大臣が認定する、ね、ちゃんと登録を行う講座ということになっています。じゃあどういう、ね、中小企業診断士制度というのは、制度になっているかといいますと、まあ、いわゆるですね、経営のコンサルティングですね、経営の診断および経営に関する助言を受けるにあたり、経営の診断および経営に関する助言を行う者の選定を容認するため、経済産業大臣が一定のレベル以上の能力を持った者も登録するための制度ということになっています。ここでちょっとね疑問に思われる方いると思うんですね。大企業にお勤めの方、だいたい日本の中で大企業の数ってどれぐらいあるかご存知ですか？実はね、この中小企業基本法というのが載ってるんですが、まあ、だいたい1万社ちょっとしかなくて、日本の中で実はあれなんですね、0.3% 程度の視野しかないんですが、お勤めになっている方は、まあ、最新のデータによると 29.9%、およそ3割いらっしゃるということがあって、私勤めているのが中小企業じゃなくて大企業なんだけど、なんで中小企業診断士なのって話なんですけど、まあ、これはもともと法律上ね、この中小企業支援法というのに定義されていると、位置付けられているということがあること、それから今申し上げた通り、中小企業って日本の企業の 99.7%いうのを占めるという形になってますので、まあ、そういうことでね、まあ、大企業にお勤めの方というのは、勤めの本当に勤務されている従業員ベースで言っても3割というところで、中小企業にお勤めの方7割ということなんで、圧倒的に中小企業にねお勤めの方、それから会社数が多いということで、中小企業診断士制度という名前で中小企業と名前になってますが、もちろん大企業でねお勤めの方でもね、十分に通用する、一部上場企業の方の中でもこの中小企業診断士を取りになっている方、たくさん実はいらっしゃいます。そういったことでね、本当にビジネスマンのスキルとしてね、ビジネススキルとして、ビジネスパーソンのスキルとして、結構居続けられているね、そういった資格になっているよということでご理解いただければいいのかなというふうに思います。そしてもう一つね、中小企業基本法では、中小企業者がその経営資源を確保するための業務に従事すること、公的な支援事業だけじゃなくて、民間で活躍する経営コンサルタント、こういう方の、ね、ためにもこの資格が生きるよと言ってますの で、さらに民間企業の中でお勤めになっている、いわゆる企業内コンサルタントという形でも生きる資格ですので、そこら辺のところはね、ぜひいろんな形でこれから独立したいなという方で、それから、ね、若い方でこれから、ね、就職活動でなんか資格持ちたいなという方に関して、経営というものを極めてみたい、そういった方、はい、それからあれですね、今お勤めになっている方で今の会社で頑張りたい、または今の会社を出て頑張りたい、その真ん中で今の会社に勤めながら副業として何か少し、お手伝いみたいな形で、経営コンサルみたいなのをやってみたい、いろんな形で中小企業診断士ってのは、ね、生きる、生かすことができる、そういった資格になってます。はい、続いて中小企業診断士の業務に関してです。はい、中小企業支援法、このね、中小企業診断士が、位置づけられている法律によると、経営の診断および、はい、経営に関する助言というふうにされてます。今ね、
頼まれました、何かね、経営に関してこう困りがあることがあるよって言った瞬間に、今、御社はこんな状況ですよっていうことをまず診断して、で、実際にアドバイスを行う、そういった仕事が中小企業診断士に求められると書いてあります。で、さらに、現状分析を行います。そこを踏まえた企業の成長戦略のアドバイス、ね、これが主な業務という形になってますが、それ以外の知識能力、それ以外にもね、知識能力を生かして幅広く活躍してるよというのがね、中小企業診断士の現況の業務という形になります。さらに役割見ていきましょう。中小企業診断士、企業の成長戦略の策定について専門的な知識を持ってアドバイスします。そしてね、その立てた中小企業向け、または大企業向け、いろんな企業向けあると思いますが、それから組織ということで言えば別に営利組織に限りません。非営利組織、例えば地方公共団体とか病院とか、そういったところね、コンサルティングも考えられるわけです。その策定した成長戦略を実行するにあたって、具体的な経営計画を立て、その実績、その後の経営環境の変化を踏まえた支援も行います。ですので、中小企業診断士っていうのは、専門的な知識の活用とともに、企業と行政、企業と金融機関とのパイプ役、それから中小企業の施策の適切な活用支援まで、幅広い活動に対応するような知識能力、そういうのが求められているわけです。ここにも書いてある通り、企業と行政を結ぶ、それから企業と金融機関を結ぶ。ですので、中小企業診断士は金融機関の方でね、受けてらっしゃる方も結構多いです。それから行政機関で受けてらっしゃる方もいます。もちろん企業でお勤めの方で受けてらっしゃる方がいます。いわゆる、プロコンで、これから中小企業診断士で活躍しようと思って資格を取れる方ももちろんいるんですが、そうではなくて他事業の方、どちらかといえば手続きをね、主にされている方で、実際に企業の中に入り込まれている方、そういった方が、経営のこと困ったんだよ、ね、ちょっと教えてくんない？って、例えば税理士さんとか社労士さんとか、それから、ね、例えば弁護士さんとか法律顧問とかされてるね、そういった場合で、企業に入り込まれてる、そういった専門事業さんが、じゃあ経営のことを総合的にちょっと見てくれないかって言われた時に、肩と困るわけですね。自分は専門的な知識はたくさん持ってる、でも幅広くいろんなことね、例えばお金のことであるとか、設備のことであるとか、それから法律のことであるとか、それから経済のことであるとか、今もこれ書いてありますが、施策の利用なんて書いてありますね。中小企業施策の適切な活用、例えば融資をね、中小企業なんていうのは受けやすいいろんな制度があるんですね。公的な支援制度、そういったこととか、そういったことを聞かれるとなかなか困っちゃうケースってあるじゃないですか。そういった幅広いニーズに応えられる勉強をしていくっていうのが、中小企業診断士のある意味役割なんだよということなんですね。で、動機まとめてありますんでね、これ実はデータで見る中小企業診断士2016年のデータ、ね、この中から、ちょっとね、引用したものですが、やっぱり一番いいのはこれ見てください。経営全般の勉強など、自己啓発、スキルアップを図ることができるから、これがおよそ3割、最も多いんですね。これ、複数回答です。で、続いて、中小企業の経営診断、支援に従事したいと思ったから、ね、これも大きいですね。その次、経営コンサルタントとして独立したいと思ったから、それから、業務遂行上、中小企業診断士の資格が活用できるから、定年後に資格を活用したいから、その他、例えばね、転職の時有利だから、経営コンサルタントの信用を高めたい。本当にいろんな目的で資格取られている方いらっしゃいますよね。ということなんで、ぜひ皆さんもね、このビデオをご覧になっている方、いろんな動機でご覧になっていると思うんですよ。で、その中でフィットする目的で、その中で中小企業診断士の勉強を居続けていただければいいんじゃないかなというふうに思いますのでね、ぜひうまく活用していただきたいなというふうに思います。ですので、メリット、ここね、書いてありますね。独立のきっかけになりますよ。それから転職の武器になりますよ。例えばコンサルティング会社等もありますが、マーケティングとかを武器にして、そういった営業支援であるとか、そういった転職もできるわけです。それから企業内でも活用できます。例えばプレゼンテーションの時に、今まではね、自分の中の業務知識の中だけでいろんなプレゼンテーションをやってきましたが、中小企業診断士の勉強をしますと、いろんなね、例えばビジネスツールとかね、
戦略立案に関する勉強とか、そういったことも、ね、勉強するわけですから、プレゼンテーションの奥行きができます、ね。そういった形、それから例えば部下のリーダーシップ、モチベーションアップ、理解のね、そういった指導力のアップとか、モチベーションアップなんかも勉強もします。そういったことで、企業内でも活用できるんですよ。で、さらに、就職活動する際にも、やっぱり中小企業診断士の資格ってあると、ね、自分のビジネススキル以外にも総合的な視野でね、見ることができるよということで、履歴書なんか書くとき、職務経歴書書くときにも有利になりますよね。そういった結構いろんなメリットが出てきたりします。さらにもう一つメリットあるんですよ。人脈、本当これ広がります。私とってみて本当思いました。なぜなら、例えば専門事業、弁護士さんとか、司法書士さんとか、税理士さんとか、そういう方と話するときに、相手が事業だとすっごく安心するんですよ。あ、小松さんも中小企業診断士なんですね。ということで、ね、そこにはやっぱり同じ事業として勉強してきたっていうもの同士の信頼感があったりするんですね。ですので、やっぱり人脈バッと広がります。中小企業診断士協会とかの会合とか、それから外行ったセミナーの時とか、いろんなところの人脈がね、広がります。それから社会人として必要な知識、こういうのも定着します。それから今までは自分は例えば製造を頑張ってきたけど、今度は財務の勉強をするというようなことで、全く新しい知見、他の部署に行った、ね、いることかのとやっぱり身につかない知識ってたくさんありますよね。ところが中小企業診断試験は7科目ありますから、いろんな知見を得ることができます。それからここにね、もう一つメリットと書いたのはこれ、文章力が向上するって書いてあるんですけど、これ試験制度のせいなんですね。一次試験はマークシート中心です。ところが二次試験は筆記なんですよ。記述式なんですね。だいたい100字前後の文章を80分間で5題ぐらい書かなきゃいけない。ただその文章力ってただ書けばいいんじゃなくないんですね。我々因果関係で書くなんて言い方しますが、原因があるから結果がある。その原因、根本的なね、なんか困ってる原因とか書いて、だからこの企業はこうやってうまくいってないんですよって結果書く。とすると今度はひっくり返すわけですね。その原因を改善するためにはこういった処置をすればこういうふうに改善ができる。これがやっぱりコンサルタントの頭の中ということになるんですね。ですので常にロジカルな文章を書く練習、それから表現に関してもロジカルに表現する練習しますから、文章力、それから表現力、そういったものが増します。でこういった私なんかも話してますけど、こういうのもね、例えばミーシー、漏れなく、ダブりなくとかっていうね、そういった勉強してますから、やっぱり説得力が増すとかね、プレゼンテーション能力が増すっていうところがあって、講師になってね、こういった形で生かす、セミナーの講師とか、そういった受験指導の講師とかっていうのも、実際とね、この診断士の勉強をやったことによって、生きたりする部分もあるんですね。まあ、こういったこともぜひね、活用していただきたいというところの一つの理由になってます。ね、メリットになってます。というわけで、ね、中小企業診断士の可能性、今度整理してみていきましょう。はい。本当に幅広い知識勉強しなきゃいけません。ね、各部専門分野の追求、ね、それから、独立開業、企業内での活躍、他の専門家のコーディネート、ちょっとね、説明していきましょうかね、それぞれ。企業内、例えばっていう例ですけど、経営企画部とかマーケティング部とかね、そういった新規事業開拓担当とか、じゃあ経営企画だったらどうでしょう。戦略の評価、リスク分析、的確に実施できますね。新規事業開拓担当、新分野の分析、ネットワークの活用、それからマーケティング戦略の担当としては、今までの買って買ってっていう営業から、ね、こういうところがね、この製品いいんですよとかっていう押しどころとかをね、うまく捕まえて、でお客さんのニーズとかをね、しっかり捕まえてターゲットにね、ちゃんと刺さるような PR とかね、そういうことができる、コミュニケーションができるということになるんで、経営のサポーターという形になるんですよと、ね、いうのが、まず企業内での活躍、中小企業診断士取った後の生かし方。独立開業、コンサルティング業、顧問契約、これがまあ一番分かりやすいですね。事業計画策定したり、モニタリングしたり、諸問題の、ね、解決のアドバイスという形で、実は経営者って孤独なんですよ。だって従業員の方にこういった問題だけどどうしようかなって相談できますか。そうすると従業員の中に不安が高まっちゃったりするから、なかなか相談できないでしょ。
そういった中で、中小企業診断士の方、ね、経営がある程度分かっていて、相談に足りうる相手と話がしたいってニーズあるんですね。だから顧問として、本当にね、ベテランの顧問さんで、ね、会社が経営とかうまくいってる会社さんの顧問だと、まあ、例えばゴルフね、一緒にやるとか、旅行一緒に行くとかっていう形でもお付き合いしてる、そういった先生もいらっしゃいます。私なんかまだ若いです。まだ、まあ、すみません、ちょっと中堅ぐらいの年になってきましたが、まだまだペーペーなんで、フィールドっていう形でね、実際に仕事しながらの顧問という形が多いんですが、まあ、そういった形でいろんなね、お話伺ったりとかするケース結構あります。それから今私がやってるような講師業。セミナー登壇も結構あります。それから受験ね、指導なんかをするケースがある。それから私なんかでも、例えば新聞執筆とか、それからね、本当に雑誌書かせていただいてます。今も企業診断って雑誌にね、ちょっと受験対策書かせていただいたりとか、そういったね、経験なんかもするケースがあるんで、そのね、いろんなお仕事つく可能性があるんで、この執筆業なんていうのはうまくいけば、会社が認めてくれれば、独立開業しなくても副業という形、この講師業もそうですね、そういった形で活かせる可能性もあるんじゃないかなというふうに思います。今ね、日本の、ね、国としてはある意味創業支援の中で、まずお試し開業としての副業としてね、こういったコンサルティングとかやるというのをかなりね、実言うと推奨しているというところが実はございます。この辺のところはね、実は一次科目の中に中小企業経営政策という科目があるんですが、そんな中で中小企業白書という中でも、そんな動き紹介されてますんでね、はい、まあ、ぜひね、そういうことも勉強していただきたいなというふうに思います。それからね、各専門分野の追求、 IT マーケティングに特化した専門コンサルタント、レックの先生の中でもね、 IT 強い先生多いです。それから例えば今、ね、まあ、動画作りとかっていうところで、どうやってうまくプロモーション、ウェブを使ったプロモーションしていこうかなんてことをやられてる先生もいらっしゃいますよね。それから助成金を取るとかね、そういったことを中心でやられてるコンサルタントさんとか、それから法律関係とか人事関係とか、それからね、そういったことも含めて、あと企業再生とか、そういったことを含めた専門コンサルタントね、そういったことの可能性がかなり出てきてます。で、その上でも例えば企業再生ということでいうと、まあ、お金のことと、それから事業自体の立て直しってあるんですけど、ただデューディリジェンスっていう形で法律のことも知ってなきゃいけないとか、それから例えば改革って行った時には、人の不安って、従業員の不安ってすごく広がるんですよ。そういったことでね、例えば組織とか人ってどういうふうに扱っていけばいいんだろうって知識を持っていることっていうのは大きいんですね。実は中小企業診断士の中では、そういった人を扱うということも勉強していくんです。ですからかなりいろんな総合的な知識つきますんで、専門家と総合とね、その両方が学べるっていう、ね、それで活躍できるところがあるというのが中小企業診断士のいいところです。でプラス、ね、いろんな勉強します。法務の勉強、経済の勉強しますから、他の専門家へのコーディネートできるんですよ。で、中小企業診断士っていうのは本当にね、法務、財務、戦略、 IT と幅広い知識持ってます。ですから経営者の方も、なんかわかんないけどいろいろ困ったよって言ったら、中小企業診断士まず相談していただければいいんですね。そうすると中小企業診断士皆さんが人脈を持って、じゃあ今回は法律の問題なんで弁護士さんとか手続きのことは行政書士さん、司法書士さんに頼みましょうよとか、財務のことですねっていうことであれば、税理士さんとか会計士さんに入っていただいて、金融機関とか、それから公的な支援機関とかと一緒にやっていきましょうよとか、そういうことができるんで、中小企業診断士は真ん中に立つお仕事です、ね、そういったことで結構生きたりします、はい、さて、あっという間に20分きましたんで、残り10分はね、試験の制度の話とか、そこら辺の話をしたいと思うんですけどね。中小企業診断試験、一次試験と二次試験があります。1の合格率 21.7%、 平成29年、それから2次の合格率 19.4%。 で、実は欠席なしで一次受けた方1万5000人弱いたんですが、二次の筆記まで通った方、実は830人。およそ 6% の難関資格です。ただ、ね、ね、皆さん見てる方の中でね、じゃあ自分はどうなんだろうと思うかもしれませんけど、これ、実は科目合格制度とかね、いろいろそういった有利な制度がありますから、うまくやっていただいてね、それから、この30分で分かるって見ていただいた皆さん、忙しいと思うんですよ。細切れの時間をどうやって使ってやっていくかって時に、レックうまいやり方持ってますからね、ぜひそのところ信じていただきたいというふうに思います。
1の科目、こんな科目になってます。ね、幅広く勉強しますよっていう言い方しますが、例えば企業経営理論。今私が担当してるんでね、今日は企業経営理論のテキスト持ってるんですけど、レックのテキストコンパクトです。どちらかというと、時間ない方のためにね、やってますから、出るところだけって押さえてるテキスト。そういったところでこの7科目をそれぞれ押さえていきまいります。これは今ご覧いただいたのは企業経営理論のテキストですが、他に運営管理、財務会計、経済、経営情報、経営法務、それから中小企業経営政策。この7科目で、ね、一次試験が構成されます。はい。で、これね、一次試験って、先ほど二次試験もあるって言ったんですけど、結構絡んでるんですよ。特に主要4科目とか3科目って言われるんですが、主要の3科目。企業経営理論は、事例1の組織人事の事例。事例2はマーケティングの事例。事例3は生産管理の事例。ね。それから事例4は財務会計の事例なんですが、1、2は企業経営理論。事例3は運営管理。ね。それから事例4は、財務会計。ここら辺が絡んでますので、レックは1次の勉強をしながら、2次にどうやって受かるか。1次の場合は知識のマークシートなんですが、2次の場合筆記で、各企業の実態に合わせた、ね、助言を、この理論に基づいて、でも理論のことを書くんじゃなくて、その企業に合った形でご提案する。そうじゃなかったら経営コンサルじゃないですよね。お宅のところこういう理論で当てはまるよっていうだけだと、改善にならないじゃないですか。我々やらなきゃいけないのは、ね、御社はこういうところにもしかして課題があるかもしれませんね。でも、この課題はこうやってやったら解決する可能性がありますから、一緒に我々と改善の道を歩んでみませんか。これが中小企業診断士の、ね、あるべき姿だと思うんで、そのあるべき姿に沿って、1次の勉強だけじゃなくて、2次まで合格する力をつけていただく勉強を1次の段階から意識してやるというのが、レックのやり方です。はい、ぜひね、その辺をうまく取り入れていただきたいなというふうに思っています。そして、ね、忙しい方にとってはね、ここって結構重要だと思うんですが、実言うと二次試験っていうのはね、一次試験7科目の合格が揃った後もう一回受けられます。はい、例えば2019年、ね、皆さんがね、2019年の8月に一次試験合格しました。そうすると2019年10月に受けられます。一発で受かればラッキーです。ね、これを私が目指していきます。ただもし受からなかったとしても2020年受けることができます。ただここで受からないと2021年にもう一回挑戦しなきゃいけない、一次試験からやり直しってなっちゃうんで、どうやって一次試験を勉強しながら二次試験をうまく取っていくか、そういうノウハウレック持ってます。ぜひね、そこを信じていただきたいなと思います。それから忙しい方にね向けて、こちら一次試験は科目合格制です。二次試験はセットで受からなきゃいけないんですが、合格ラインは60点。いわゆる40点以下の科目が1科目でもあると、総合得点ができないという仕組みになってるんですが、例えばね、その科目合格が3年間有効なんです。ですから、例えば3科目だけだとする。そうすると、科目 A で2019年受かりました。20年とか21年免除が使えます。で、もう1科目受かりました、2020年。2021年、残念ながらこれね、科目 C は受かりませんでした。ただ、この科目 A、3年間有効が切れちゃいますが、2022年にまたそれば受かるよ、ということになりますので、一次試験はローリングしながらね、有効期間が生きていくということになってきますので、うまくこの、ね、科目合格を使って、で、特に二次試験に生きる一次科目を残していくっていうのが、合格のポイントという形になってきます。早期合格したいですからね。ですから1年、1.5 年、2年、いろんな計画があると思います。ね、その辺をうまく、ね、セットにしながら、ぜひ短期間 でなるべく時間をかけずに省エネで受かっていただきたいなと思います。合格に必要な力。一次対策。やっぱりね、基本知識と少しの応用力。二次対策。その基本知識に加えて、プレゼンテーション能力。展開して、それから説明する能力必要です。で、両方に言えることですが、高いモチベーションと目的意識、これ持ってないといけないです。はい、詳しく説明していきましょう。一次対策。一次は、実は平均60点取れればいいんです。でも、科目は7科目あります。あ、ちなみに、いわゆる40点
点を切ってしまうと総合効果がありませんからね。そこだけ注意してください。1科目でも40点以下切ってしまうとまずいんですが、40点さえ切らなければ科目合格、総合合格があります。はい。それから苦手科目ね、そういったもと、それから科目ごとに難易度の波って必ずあるんですね。ですからぜひね、このフォーカスと言われているテキスト、これベーシックレベルでレックが使っているテキストです。この学習を徹底的にやる。それからこの基本教材使って勉強して過去問を練習する。で、難問とか言われているものにあんまり手を出しすぎない。で、苦手科目とかね、底上げしていただいて得意科目で総合得点を確保する。つまり中小企業診断試験を受けるためには、皆さんが自分の苦手科目、得意科目を自分でコンサルすることが必要なんです。そのお手伝いをレクがしますという形ですね。ですから模試とか東レンとかうまく使っていただいてね、その自分の実力を測りながらやっていくっていうのはすごく大切なんです。そうすると時間の節約にもなりますからね。で、あまり必要な勉強、不必要な勉強をしない方がいいと思うんですよ。ですからなるべくシンプルなテキストでコンパクトに早く受かりましょうっていうのがレックの合格戦略です。はい。それから二次知識、二次はね、実は採点基準筆記なんで採点基準はないんですよ。で、自分がどれぐらいできてるか分かんない。ですので、こういった受験校のね、受験指導校の指導を受けるために添削しっかり受けてね、でさらにこの経営者に現状と今後をしっかり説明する能力が求められますから、受験仲間とか切磋琢磨して、で講師にね、答案とかの中身とか確かめて授業を受けることは大切。もちろんウェブでも似たようなね、知識なんかを提供できるように通信の方にもご提供していきます。ただ二次の場合には通学講座かなり有効ですんでね、もし本当に受講できる場合には、関東圏、それから近畿圏、それから中京圏の方はぜひ通学もご検討いただきたいなというふうに思います。もちろん通信でも同じクオリティの二次試験の当連、それから事業の方を提供してまいりますんでね、はい、そういった形でね、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい。で、やっぱり高いモチベーションと目的意識持っていただきたいなというふうに思ってます。中小企業診断士を取る特設のメリット、仕事内容が理解できない、ね、それから現状の面属に満足してしまう、現状の仕事に満足してしまう、ね、これだとまたかなか なんで勉強するのかというのが分かりませんよね。ですから例えば現役、ね、診断士、私らみたいな人間に徹底的に聞いてみる。ぜひ、ね、これから、ね、ガイダンスと顔出してみてください。それから同期、ね、受験同期とかね、そういう方々と夢希望をぶつけ合う、そういった場用意してますからね、レックとしては交流会とかね、そういうところにもぜひ出ていただいて、うまくモチベーションを保っていただきたいなというふうに思ってます。はい。じゃあ最後にレックのね、システムいきましょう。まず一次に関しては、ね、今先ほど見ていただいた、これは、ね、ベーシックレベルっていうレベル のテキストなんですが、その後ステップアップで、ステップアップも1回講座やったらすぐ当連やります。その後アドバンス、7科目のアドバンスの講座やったらすぐ当連やります。ですので無駄がなく大事な論点を確実に学習していきます。はい。ですのでベーシックで基礎知識をだいたい40点から60点取れる知識を確保して、ステップアップで60点以上取れる力、確実に60点を取れる力をマークして、アドバンスで得意科目とか伸ばしていくよっていう、そういった無駄のない学習してます。はい。それから二次、レック二次もすごく得意です。はい。通学講座では全員の顔と名前が一致する20人とか30人とか40人くらいのクラス、ね、そういった形で授業を実施してます。それから通信も気軽に質問できる体制整備してます。で、授業を行ってます我々専門人講師陣は本当に現役プロコン、プロのコンサルタント、または科目のエキスパート、法務とかね、それから経済学とかっていうところでいうと、かなり専門的な知識も必要ですから、そういったことのね、エキスパートが授業をやってます。ですので皆さん自身もその熱い授業でモチベーション、もう講師のなんていうか気持ちが乗り移ったようなね、そういったことでモチベーションを高めることができると思います。さらにね、いろんな専門知識も手に入るよということがありますので、安心してついてきていただきたいなというふうに思います。はい。本当にレックのね、1次2次の一貫体制かなり効きます。で、さらに、まあ、1次、ね、独学とかでやられた方も2次のレック、本当に一貫したね、そういった一貫性とかね、守備一貫した論理構造に基づいた
設問構造とかね、それから設問分析とかってことで定評がありますので、ぜひね、レックのね、体制信じていただきたいなというふうに思います。はい。じゃあ最後にメッセージお送りしたいと思います。はい。中小企業診断試験。平成29年に関しては830人、1万5000人以上の方が、ね、1万5000人ぐらいの方がチャレンジされて、830人しか受からなかった、なかなか難しい試験ではあります。ただ、困難だからこそ取る価値があるんですよね。ここですよ。いいですね。簡単な資格、ね、みんなが取れる資格だったら、中小企業診断士試験受かったんだよ、中小企業診断士だったよっていう価値、ね、やっぱりその分落ちますよね。だから難しい資格だからこそ、価値があるんだよってことで、しっかりその辺のね、目的意識持っていただきたいなって思うんです。で、資格取った後、いろんなものが見えてきます。というのは、一つは資格取ったことによって人脈が広がったりって話がありますよね。あと、それから知識がすごく総合的につきますから、今まで見えてなかった会社のね、経営の実態であるとか、それから他企業がどうやって動いてるのかとか、いろんな世界が見えてきます。ね。ですので、ぜひ、そのね、中小企業診断士取ったよって取った後の新しい世界を皆さんに見ていただきたいというのがあります。ぜひね、一緒にレックの講師員と頑張ってみませんか。はい、きっとね、頑張ろうと思ったその気持ちに我々応える中身持ってますんでね、ぜひよろしければ、レックのね、中小企業診断士養成講座の方で、ぜひ一緒に頑張って合格を勝ち取ってみませんか。少しでも我々講師陣は皆さんの時間を節約して、なるべく早く効率的に受かるように、だけどただ効率的に受かるだけじゃなくて、診断士受かった後活躍できる診断士になれるように、ね、指導を、ね、それから一緒に勉強を続けてまいります。ですので一緒に頑張りましょう。はい、というのが、ね、本日お送りしましたこのガイダンス、はい、19年30分でわかる働きながら合格学習法でございました。ですので、今回言いたかったこと、レックについてきてほしいということ、それからもう一つ、中小企業診断士っていうのは結構ね、世の中に役に立つ大切な制度ですので、そのね、目的意識をしっかり皆さんの中で持って使っていただければ、最後までモチベーションを落とさずに勉強できると思いますので、ぜひね、頑張っていきましょうというメッセージをこのガイダンスではお伝えしたつもりでございます。はい。それでは、ね、このガイダンス、ここで終了したいと思います。30分ちょっとになりました。皆さん、お疲れ様でございました。